はい、ありがとうございます。サーシブです。というわけで今回もファイアーエンブレム風化雪月やっていきたいと思います。で、今回は栽培についてちょっと詳しくご紹介していこうかなと思います。やっていきましょう。で、まずは栽培について簡単にご説明しようと思います。栽培の特徴としましては、まあ、散策中に行動権を消費せずに行えるアクションで、まあ、結構重要かなと個人的には思っています。で、採取する際に植えた種のランクに応じて指導経験値が獲得できます。で、さらにその採取した時にもらえるアイテムの中にはキャラクターのステータスを上昇させるものもあるっていうことで、まあ散策するたびに必ずやった方がいいアクションですね、栽培っていうのは。で、まあ試しにちょっと見ていきましょうか。この人に話しかけて作物を栽培しますか。はい。で、前回預けたのが白い花の種と紫色の花の種が2つ、で全部星3ですね。これ収穫しましょう。まあこれだけもらいましたよと。岩ごぼう、これは食べると力がプラス1されるドーピングアイテムですね。で、まあ他には贈り物やら種やらもらいましたということで、指導経験値もがっぽりもらいましたという感じで、まあ早速指導経験値の値について話していきましょう。獲得経験値なんですけど、種ランクが星1だと100、星2だと200、星3だと300もらいます。で、今いただいたのは指導経験値300だったんですけど、星3の種を3つ預けて300もらえたということは、預けた種の中で最大の種ランクに応じて経験値がもらえるのかなという感じですね。なので、星3の種を3つ預けたからといって経験値がかける3されて900もらえるわけではないってことですね。300しかもらえませんと。どの花の種を預けたらどのドーピングアイテムがもらえるのかっていうのをね、ちょっと説明していこうかなと思います。で、まあその図がこちらなんですけども、赤い花だと魔法、白い花だと技、青い花だと HP、 紫色の花だと力、黄色の花だと魔力、緑色の花だと守備、水色の花だと速さといった感じで、各色の花で分けられているという感じですね。で、収穫結果なんですけど、どうやらね、リセットするたびに変わるようなんだよね。なので、収穫をもらう直前にセーブして、で一回収穫するじゃないですか。で、その結果が気に入らなかった場合、リセットしてセーブデータをロードして、でもう一回収穫すると結果が変わるみたいです。こんな感じ。さっきと値が違うの分かりますかね。値っていうか、まあ獲得数、まあドーピングアイテムの数は変わっていないんですけど、他のね、種の数、種類、そして贈り物の数、種類がちょっと違うかなっていうところで、収穫する直前にセーブするのも大事かなって個人的には思います。ドーピングアイテムももしかしたら2つもらえる時もあるかもしれないですね。というか、僕自身があんまり意識して見てなかったんですけど、前普通に2つもらってたような気がするんだよね。まあ多分終盤の方だったと思うので、指導レベルが高いからゆえなのかもしれないんですけど、まあ多分ドーピングアイテムも2つ以上もらえることあると思うので、皆さんもね、直前にセーブしてちょっと何回かやり直してみて、結果がどのくらい変わるのかっていうのをね、見ていただけるといいのかなって思います。といった感じで、まあ栽培についてはこんな感じですかね。で、種ランクが星4、星5のものも存在するようなんですけども、ちょっとまだね、詳細がわからないというところで、もしね、種ランク星4、星5を持っていて、で、まあそれを預けて収穫したら星3のものと比べてこれだけ違ったよとか、もしあればね、コメント欄で教えていただけると幸いでございます。まあおそらく獲得経験値が増えて、
でドーピングアイテムもいっぱいもらえたりするのかな、ちょっとそこら辺はわからないんですけど、とりあえず星4星5の種はあることはあるっぽいので、持っている方はぜひ預けて収穫してみてくださいといった感じで、今回はこの辺で締めたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。アディオス。チャンネル登録よろしくね。